るか最後は取れる日が来るのさ。はい、みんなで歌いましょう。ミステリオンこの道ずっと抜けた最後は、まあ、女の子もみんなで腹から声出しましょう。もう一度ミステリオンこの道ずっと。こんにちは、小山です。はい、今ですね熊本の街中にいるんですけど、今日ですねラグビーのベストをかけた試合が今からあるんですよ。なんで、まあ、熊本の街中にいるんですけど、今日パブリックビューイングに行ってちょっとどうなるかっていうのをちょっと見に行こうかなと思いまして、熊本がねどんな感じで盛り上がってるのかっていうちょっと様子を撮りたいなと思って今日撮っていきますんで、はい、もう楽しみですね。もうあと30分後に始まるんでどんな感じになるかっていう、どっちがね勝つかっていう、結構日本強いからねめっちゃびっくりしてるんですけど、ということでね、早速行ってみたいと思います。では行ってみます。はい、試合見て後半戦がね前半良かったんだけどね。そうね、前半めっちゃ良かったんだけどね。でもねベスト8ってすごいことですからね。まあまあ、いやでもすごい楽しかったっすね。まあ、次につないだ、はい、うん、まあ次はねオリンピックに俺は期待してるんで、オリンピックしっかり応援したいと思いますので、はい、応援行くの東京に、はい、いや東京ですか、当たれば行きたいかな。まだ出てない。いやまだ、いや落ちました普通に。まあね、また選考があると思うんで、オリンピックで次は応援できたらいいなと思うんで、また皆さん応援しましょう。ということで熊本はこんな感じでした。ではご視聴ありがとうございました。バイバーイ。